ベネトン B192 は、ベネトンフォーミュラが1992年の F1、世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカー。設計者は、ロス・ブラウンとロリー・バーン。1992年の第4戦から最終戦まで実戦投入された。1991年のマシンである B191 で初めて導入された。 ハイノーズ吊り下げ型ウィングをロリー・バーンがレーナードで実践したデザインに改良。ノーズの鼻先を持ち上げてウィングとの距離を広げ空力的メリットをより積極的に引き出そうとした。太く丸いノーズはスポンサーであるキャメルの黄色からバナナノーズと呼ばれた。バーン曰く当初は1991年シーズンに向けてデザインしたが、 バーナード加入に伴うチーム内の混乱から自らも一時離脱した影響で投入が遅れたという。このバナナノーズは後に全てのチームが習うほどの影響を与えた。1992年シーズンはウィリアムズ FW14 バイトに搭載されたアクティブサスペンションやトラクションコントロールなどの電子制御装置が脚光を浴びた。 一方のベネトンは戦術のチーム内の混乱の影響で時間的にハイテク競争に参入するどころではなかった状況下で B192 はマニュアルギアボックスとパッシブサスペンションのノンハイテクマシンであった。マーティン・ブランドルがレールの上を走っているかのようなダウンフォースと評した優れた空力性能と エンジンとマシンの信頼性を武器に戦い、ミハエル・シューマッハとブランドル合わせて10回の表彰台に上がった。また、雨のベルギー GP ではシューマッハが初優勝を遂げた。結果、序盤参戦の B191 バイトと合わせて、全16戦すべてのレースで6位入賞圏内、完走、全戦ポイント獲得という成績を残す。これは、1963年以来、 実に29年ぶりの記録である。ちなみに1994年にパシフィックが投入した PR01 はロリー・バーンがレーナードに在籍していた時のデザインを流用して作られたマシンということもあり、本マシンとデザインが酷似している。スタッツ F1 ベネトン B192statsf1.com 2010年8月23日閲覧。ありがとうございます。